このベルトは会長とともに、コツコツ努力をして取ったベルトなんで、もっと価値を高めれるように頑張っていきたいと思います。本州の選手には負けたくないです。パンチのタイミングの上手い選手なので、パンチに気をつけて倒します。今回はきっちり、いい内容で、KO で勝てるように頑張りたいと思います。自分はまあリーチが長いんで、パンチの距離で、肘を当てに行ったり膝を当てに行ったり、できるところです。非常に持久力があって、最初から最後までずっと、攻撃を出し続けるような、本当に粘り強い印象の選手です。今回まあ長期戦になるのは嫌なんで、早いラウンドで、倒して KO 勝ちで、倒したいと思います。相手はパンチの得意な選手なので、それを気をつけて最後は僕が倒します。この大会で一番面白い試合をして、会場が盛り上がるような、試合をするので、応援よろしくお願いします。この危険な肘で KO します。Oh!